どうした？もう疲れたのか？あのからくり時計のお人形さんたち、どうして動かないの？え？だって、ちょうどの時間になったら出てくるんでしょ？本当だ。朝は動いていたのに。壊れちゃったのかもしれないね。きっと、お人形さんたちも疲れて休んでるのよ。はい、ちゃんと掴んでおかないとダメだよ。ありがとう、お兄ちゃん。すみません。はい、何でしょう。このからくり時計、いつから壊れているんですか？申し訳ありません。朝の9時に一度動いたきり、動かなくなってしまいました。立花さん？違うわ、忍ぶよ。彼女まだ見つからないの？さっき電話がかかってきて、観覧車の方へ行くって連絡があったけど、それっきりで。観覧車？観覧車がどうかした？ごめんなさい、さっき肝心なことを言い忘れていたのよ。彼らが爆弾を仕掛けた場所は観覧車よ。警察に連絡して爆弾処理班を呼んでもらったわ。でもここって離島でしょ。到着するにはまだまだ時間がかかりそうよ。観覧車にはこれ以上人を乗せないように頼んだけれど、その爆弾、次元爆弾ではないみたいなの。起爆装置には携帯電話が使われていて、その携帯の番号を鳴らすと爆発する仕組みらしいわ。番号を知っているのはメンバーだけ。ヤマトさんとザップはもう警察に見張られているから何もできないけれど。ごめん、また後で連絡するから。
大変申し訳ありません。観覧車の動作点検を行いますので、本日は終了させていただいております。すみません。僕の友達が乗ってるかもしれないんです。あなたは宮子様の？宮子さん、立花さんを見ませんでしたか？観覧車に行くと言ったきり連絡がなくて。宮子様が？忍に聞きました。ここに爆弾が仕掛けられていることを。やっほー、今下にいるでしょう。やっぱり高いところからだと下の様子がよく見えるわね。立花さん、立花さん、今どの辺にいるの？ちょうどてっぺんのあたりよ。それよりさ、さっきからなんか下の様子がおかしいんだけど、どうかしたの？落ち着いて聞いてくれるかな。え、うん。ジャングルで死んでいた秋田亮介のリュックに入っていた遺書の内容覚えてる？遺書の内容？大勢の人を傷つけたので死んでお詫びしますだっけ？よく思い出してほしいんだ。彼らが最初に起こした公園の爆破事件では、怪我人なんて一人もいないんだよ。どういうこと？めぐるさん、大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっと肩を打っただけですから。ここは危険です。離れましょう。だけど立花さんが。あ、立花さん、僕は大丈夫。なんか観覧車止まっちゃったみたいなんだけど。あのさ、立花さん、落ち着いて聞いてほしいんだけど、今制御室が爆破されたんだ。犯人の本当の目的は観覧車を爆破することだったんだよ。嘘。立花さん。何？もしかしたら今のは本気でここを爆破するという脅しで、本番用の爆弾は他にあるのかもしれない。また爆発が起きるってこと？そう、
それももっと威力があるものかもしれない。それこそこの観覧車が倒れるくらいの。この観覧車が。だけど僕が何とかしてくれるのよね。え、信じていいんでしょ、めぐるくんを。立花さん、立花さん、爆弾は必ず僕が見つけ出す。絶対にここを爆破なんてさせないよ。めぐるくんは？だから立花さんは無理に動かずにそこでじっとしておいてよ。分かった、昼寝でもして待ってるわ。めぐるさん、何をしているんですか。ここは危険ですから、あとは警察に任せてください。でも立花さんに約束したんです、絶対に爆弾を見つけるって。僕だけのんびりなんてしてられません。そうは言われましても、あ、待ってください。めぐるさん、危険ですから降りてください。めぐるさん、どこに爆弾が。まさかあれが爆弾なんじゃ。ということは、立花さんから見える場所に犯人はいるかもしれない。あ、めぐるくん、何か進展があったの？立花さん、そこから何が見える？え、どうしたの？いいから早く。ちょっと待ってよ。大勢の人が出口の方に向かって誘導されていくのが見えるわ。遊園地の北側にはもう人が全然見当たら、あ、一人いた。え、どこに？プールエリアの前よ。あと、もう一人発見したわ。もう一人はお城の前にある湖のそばに立ってるわ。遊
遊園地の北側にいる一般客はその二人だけみたい。他に人影は見えないんだね。一般客っぽい人はその二人だけよ。警官とか係員っぽい人なら他にも何人か見えるけど。わかった、ありがとう。めぐるくん。え、何？無茶はしないでね。私は平気だから。うん、わかったよ。渡る。めぐる。渡る、今カバンの中にしまったのは何？別に特に変わったものじゃないよ。ちょっと見せてくれないか。やっぱり俺が犯人だと思ってるのか。違うよ、君が僕を試すようなことばかりしてるんじゃないか。渡るを信じたいんだ。頼むからそのカバンの中にしまったものを僕に見せてくれないか。ミネラルウォーター。そう。いいから落ち着けよめぐる。確かにめぐるの言う通りだ。いたずらが過ぎたな。謝るよ。最初はからかい半分だった。でも奴ら、いや奴はシャレにならないことを始めたんだ。だから俺もそのことに気づいてからはめぐると同じように探偵まがいのことを始めてたんだよ。ほら、めぐる、ぐずぐずしてられないぞ。渡る、君は分かってるんだね、誰が観覧車を爆破しようとしているのかを。チャット仲間は5人。俺が調べたところでは死んだシルバー、そして事務所にいるヤマトとザップはあのチャットに参加してたハンドルネームの存在と一致している。残る2人はカイト、ミヤビ。そう。そしてミヤビを名乗っていたのはこの俺だから。俺は入り口付近から奴を探す。めぐるは他を当たってくれ。こうしちゃいられない。そんなところで何をしているの？めぐるくん、あなたこそ何をしに来たの？君を止めに来たんだよ、みやび。何を言ってるの？みやびはジャングルパークで死んでいたんじゃないの？違う、あそこで死んでいたのはカイだ。もうすべてわかってるんだよ。じゃあ、あなたは私が二人を殺したっていうの？証拠はあるんですか？証拠は…証拠は？証拠もなしに、私を犯人扱いするなんて、ひどい。いや、その…
ここで何をしている？助けてください！この人が、この人が殺してやるって、私殺される！助けてください！え？取り押さえろ！話を聞いてください！僕は爆発を止めようと。話は後でいくらでも聞いてやる。ちょっと早く彼女を止めないと。待てやめろ。このパトソン君適性診断コーナーへようこそ。今回もまたあなたのプレイぶりを評価してあげるから心して聞いてね。順調にゲームをこなしていってるみたいだけど、フルコンプリートにはまだ遠いわね。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。次は判断力の評価よ。まだ希望は残ってるわ。大して評価が伸びなかったわね。それじゃあ最終評価に移りましょうか。あなたのワトソン君適性はどの程度かしら。まあいるだけマシって感じの助手ね。でもいつまでもこのままじゃ見切りをつけちゃうかもしれないわよ。あなたは決断力に若干難がありそうね。でも決断力の向上はそう難しいことじゃないわ。うだうだせずにすっぱり答えを出せばいいだけ。今後の将来性に期待しておくわ。それはそうと、あなた肝心なところで重大な転機を見逃してしまっていたわ。次からは注意した方がいいわよ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね。バイバイ。